コウジュンです。今日はですね、あの最初に流したバンポーブチキンの車輪の歌のイントロがみんなそれどうやって弾くのか教えてほしいって言ってくださったんで、今日教えたいと思います。でまず話しとかないといけないのが、最初に流れた映像のものはチューニングがちょっと違くて半音下げチューニングなんですよ。でも半音下げチューニングでこうやってバンって教えたら、みんな見てくれてる人って多分普段レギュラーチューニングだと思うので、半音下げチューニングに設定するのめんどくさいと思うんで、今日レギュラーチューニングで教えます。教えますけど、僕が演奏でやってるのは半音下げてますっていうのをちょっと注意しようと思ってました。で原曲も半音下がってるんで気をつけてください。じゃあ教えていきます。じゃあ弾き方も速攻教えますね。まず最初C なんですよ。コードが C、 ちょっと近づいた方がいいかな。 C、 ローコードの C 押さえれますかね。ローコードの C 押さえて、で人差し指を離す、この状態にまずなれますか。ローコードの C の人差し指を離す、要するにまあ C メジャー7みたいな形なんですけれども、この状態にしてもらって、まず右手でピックで5弦を弾く、で中指で4弦を弾く。先に言っときますけど、ハイブリッドピッキングです。先に言っとくっていうか、全然言うの遅いですけど、ハイブリッドピッキングでいきます。ピックプラス指で弾いていきます。でもう一回いきますね。右手はピックで5弦、中指で4弦を弾きます。で左手はこう鳴らしたらこうなります。こういうことになりますかね。でこれを中指を離して、中指0から2にハンマリング、こうこれできますかね。ドイーで、ドイーって言ってほしいです。ドイーで、右で弾くのは5弦と4弦で、左手は中指を0から2にハンマリング、ドイー。はい、まずこれ弾きますよね。でドイタラって弾くんですけど、ドイタラ、これドイって弾いた後ピックで3弦を弾く、で中指で2弦、これ連続でやるとドイタラですね。そうです、ドイタラ。で次はドイタラ、ドイタ、もう一回ドイタって言うんですけれども、右手はピックで3弦を弾く、で左手は3弦の0から2にハンマリング、これがドイで、それを離す、0にしてまたピックで弾く、ドイドイタラ、ドイタですね。わかりますかね。左手だけ見せるとドイタラ、ドイタ。ちょっとここ人差し指窮屈ですけどね、3弦の2フレット、ドイタラ、ドイタ。多分これもこのなんか動画で教えるようなもんじゃないかもしれないですけど、巻き戻したら多分できるんで、やってみてください。ドイタラ、ドイタ。まずパーカッシブな要素は抜きでまず教えます。ドイタラ、ドイタってやるじゃないですか。したら次は D 押さえてもらって、 D D で右手で4弦と3弦を弾きます。ピックと中指で、で次2弦3弦、4弦3弦同時、2弦3弦、ドゥンドゥンドゥンですね。で僕がマジでこの言葉で覚えてたちょっと変な言葉なんですけど、ドイタラ、ドイタって言ってジョン・レノンって言ってましたね。ジョン・レノンで、ドイタラ、ドイタ、ジョン・レノンですね。ドイタラ、ドイタ、ジョン・レノン、ドイタラ、ドイタ、ジョン・レノン。これまでできますかね。ドイタラ、ドイタ、ジョン・レノン。そうで、ドイタラ、ドイタ、ジョン・レノンやったら、今度はまたドイタラ、ドイタラ、ドイタラ、ドイタ、ジョン・レノンなんですけど、今度は中指で4弦の0から2にハンマリングプラスピックで6弦を弾く。右手はピックで6弦を弾いて、中指で4弦を弾く。で、左手は4弦の0から2にハンマリング。こうですね。こうなります。次のドイはこう。で、ドイ。で、次、小指を2弦の3フレットに置く。これ全部同時に置いてもいいですね。このドイの時点で、左
左手の中指は4弦の2フレットで、小指は2弦の3フレットにある状態。ちょっと頑張りましょうね、これ難しいですから。で、どういったらで、この3弦2弦を3弦右手でピックで弾いて、中指で2弦を弾く。連続でやると、どいたらですね。その後、どいたっていうのをまた左手で3弦の0、2ハンマリング0みたいなで、右手はピックで3弦を弾く。これどいた、どいたら、どいたわかりますか。で、さっき最初から連続でやると、どいたら、どいた、ジョン・レノン、どいたら、どいたですね。で、今度は、左手、人差し指で5弦の2フレットで、薬指で4弦の4フレットですね。で、B なんですけど、これ。で、右手ピックで5弦弾いて、中指で4弦弾く。で、これ、ジョン・レノン、ジョン・レノンの、ジョンは5弦、4弦。で、レーっていうのは、右手ピックで3弦の解放ですね。ジョン・レーで、ノンっていうのは、左手の薬指離して、4弦の0ですね。ジョン・レーノン。連続でやると、ドイタラ、ドイタ、ジョン・レーノン。ドイタラ、どいたらどいたジョン・レノン、どいたらどいたジョン・レノンで、どいたらどいたジョン・レノンですね。ここまでできましたか。で、それやったら、もう一回最初のどいたらどいたジョン・レノン、全く同じのを、どいたらどいた、どいたらどいたまで弾いて、このジョン・レノンのところ、D あるじゃないですか。D で、右手は、4弦と3弦を弾いて、ジョン、ジョン・レノン、4弦3弦をピックで弾くと、中指で弾いて、2弦をピックで、1弦の0をピックで弾く。で、その後、1弦の2を2フレットをピックで弾く。ジョン・レノンとってなります。ジョン・レノンとますかね、ジョン・レノンと。もう一回言うと、左手 D 押さえてもらって、最初 D の中指離しときます。で、右手はピックで4弦を弾く。で、中指で3弦、これ同時、まずジョンで、次右手で2弦弾く。で、次1弦で、最後左手1弦の2フレットに置いて1弦を弾く。そうすると、ジョン・レノンと、ジョン・レノンとっていう、ジョン・レノンと、どいたらどいた、ジョン・レノンとってなります。ここまでやると、どいたらどいた、ジョン・レノン、はい、どいたらどいた、ジョン・レノン、はい、どいたらどいた、ジョン・レノンと。ここまで OK ですかね。そしたら、今度 G のちょっと変な形なんですけど、中指で6弦の3フレットを押さえて、薬指で2弦の3フレットで、小指で1弦の3フレット。これで、遊びましょう、遊びましょうって言ってたんですけど、これまず、右手ピックで全部ボローンって弾きます。これで、今度、2弦ですね。2弦ピックで弾く。で、次、2弦の1フレットに人差し指を置いて、左手。で、これピックで弾く。これ連続でやると、あそびってやったら、今度また左手の薬指を2弦の3フレットに置く。連続でやると、ってなります。あそびましょうって言って、2弦の0。あそびましょうってやって、で、最後は、おいで。おいで、なんて言うんですか、おいで、みたいな。遊びましょう、おいで。で、最後は、2弦の0から3にハンマリング。薬指でハンマリング。で、右手は別に指でもピックでも。おいで。で、最後は、1弦の3フレットをこうピックで弾くと。おいで。連続でやると、
ドギタラドギタジョンデノン、はい、ドギタラドギタジョンデノン、はい、ドギタラドギタジョンデノンと遊びましょう、おいでですねっていう感じですね。でそのアルペジオがドギタラドギタジョンデノン、はい、ドギタラドギタジョンデノン、はい、ドギタラドギタできると、今度はちょっと特殊な奏法なんですけど、こう弾きながらこのここであの6弦をこう叩いて音をチャッ鳴らしてるんです。みたいな感じで叩いてる。ちょっと忘れちゃいましたね。こんな感じなんです。これ結構難しいんで、もうすでに10分ぐらいあの動画いっちゃってるんで、これはまた次回後編というか、もし需要があれば教えていきます。はい、皆さん見てくれてありがとうございます。最近 YouTube のコメントがあの承認制になってたことにようやく気づきましてですね、皆さんにコメント返させていただきました。すいません、返事遅れてしまって、読ませていただいてます。ありがとうございます。そうですね、R&G っていう団体を組んで、僕の他にいろんな講師の方々が動画に出てくるんで、そちらの方もよかったら楽しんでみてください。で、紹介をですね、あの一緒に動画に出て撮れればいいんですけど、なかなかスケジュールが合わなくてですね、フライングする形であの動画勝手に出させてしまっているんですけれども、みんなとてもいい方なんですよ。あのまずヒロキンスっていう人がいて、ヒロキンスはクラシックギターとカントリーギターがめっちゃ得意で、指弾きもめっちゃ上手くて、いろいろ教えてもらったりとかするんですけれども、まずヒロキンスがいて、で、あの、有賀恭平さんっていう、すごいエレキギターめちゃめちゃ上手くて、もう、この人なん、全部できるな、みたいな。ソロも弾ける、で、バッキングも上手すぎる、で、アレンジやばい、みたいな。コードのことも僕より何倍も知ってると。なんか僕ができないことをみんなできる人ばっかりなんで、で、最後に、あの、タンバリン叩いてる、リュウちゃんって呼んでるんですけど、僕と同い年の。リュウちゃんは、もう初めて会った瞬間から、もうタンバリン持ってて、見た目めっちゃ、もうやばい、怖すぎるみたいな、殴られるんじゃないかなぐらい、最初見た目怖かったんですけど、話してみたらですね、とっても優しい人で、しかもタンバリンやった瞬間、もう僕も理解ができないぐらい、すごいリズム感良くて、もういろんなバリエーションを持ってる方なので、その人たちのレッスンは僕も楽しみに、しているんで、皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。このチャンネルもし気に入った方はチャンネル登録とかしてくれたら嬉しいです。で、あの僕以外の講師の方にもコメント自由にしていただいて、で、まあ、リクエストとかあったらなんかできるものは答えていきたいと思うので、今後ともこのチャンネルをよろしくお願いいたします。で、ギターレッスンもやってるので、問い合わせ、あの、下からメール、アドレスにメール送っていただければ、詳細メール送るので、どしどし送ってください。すいません。じゃあ、話長くなりましたが、ありがとうございました。コウジュンでした。